5名の門下生たちと東大を目指す河野玄斗の赤門道場。オーディションを通過したのは個性豊かな5名。数年に1人とか、はい、なので、はい、頑張ります。歴史が好きなので東大に行って深めてみたいなっていうふうに思ってます。結構周りはそのまま内部進学するって感じの付属校で、あんまり大学受験っていう感じではないですね。趣味は僕音楽全般で、部活とかも結構音楽の部活入ってたんですけど。東京大学理科3年目指します。そうです、ドンキで買いました。ドンキで合格できたら行こうと思います。初回、河野特製の実力テストを行うが、まだ合格レベルには達していないと判断。夏には丸1日かけてスパルタ合宿を開催。それぞれの苦手と向き合うとともに基礎を固めていく。そこでつまずいちゃったのが、そのみゆちゃんと新田くんの2人だったんで、23点第1回が29点だっただけに、まあちょっとおっちょこちょいなところがあったんで、後藤の数も一番多かったコーナーかな。今回通してこう、自分を見つめ直すいい機会になってくれたらな。9月には全員で10時間勉強にチャレンジ。それぞれに合った勉強スタイルやプランニングの方法を模索。夏の東大模試では A 判定を取る生徒も出始めた。東大合格においては二次試験の配分が大きいが、共通テストも油断してはならない。東大受験生は共通テストで9割を取ってリードしておくことが重要。河野はまず11月に行われる共通テスト模試の目標点数を立てるよう指示。果たして目標を達成した門下生はいるのか。そしてそれぞれの模試結果は。皆さんお疲れ様です。まあ、受験当日までもう3ヶ月を切りましたということで、まあ、赤門道場も次のステージに進んでいきたいと思います。まあ、これまでは英単語100個覚えました、すごいとか、教科書1冊終わらせた、素晴らしいっていう、まあ、過程をどれだけ頑張っていたかっていうところを重視してたんですけど、もうこっから先は結果もう全振りで、点数が伸びたかどうか、もうそれだけに着目して、進めていってほしいなと思います。ということで、前回はですね、共通テスト模試の目標点を立ててもらいましたが、今回はその発表をしてもらおうと思います。前回はこういった目標点を言ってくれましたね。まあ、渋い顔をしてもらおう。まあ、じゃあ実際ね、どうだったのかっていうのを順番に、ね、発表してもらいたいなと思います。新田くん、これが前回の目標点ですね。で、今回の僕の模試の点数はこちらです。結構落ちちゃいましたね。そうですね、ちょっと目標は高望みしすぎたかなっていうのはありますね。いや、まあ目標は高望みではなく、本来取るべき点数ってことだから、まあね、単純に実力不足だとは思いますね。ちょっと目標が に到達できなくて、ちょっとやばいなっていうふうには今思ってます。結局協定の形式に慣れてないっていうのもあるのかなと思いますし、あとなんか、まあ、焦る癖っていうのもありますし、まあ、そこら辺いろいろ直すことがあるなっていう感じだとは思います。50、50、五分五分ぐらいですね。数学がなんとかなるか、それでと古文漢文で点数が安定するかどうかだと思ってます。本番は、ね、795点ではなく9割の810点取れるように頑張ってください。はい、続きましてみゆちゃんですね。今回の私の点数は、世界史と地理が大きくあります、ね、世界史地理をどう点数に結びつけて勉強するかっていうところですね。だからそこのところがまだ確立されてなくて模索中っていうところが課題ですね。もうやることは明確なので、もう明日から取り掛
かりましょう。はい、続いて、こうきくんですね。今回の僕の模試の得点はこちらです。あら、結構落ちた、ね、そうですね。英語か、国語か、はい、国語があの現代文でマークミスしちゃって、あら、その30点ぐらいその落ちた分全部過去問です落ちた分じゃ逆に30点取れば183点だった。そうでしたね。これ本番の方がするからね。そうですよ、ね、緊張感とかもあって基本こう普段だったら意識こう飛ばせる部分に対して頭真っ白で意識向けられなくなるから、僕の人間性に付随するその、まあ、致命的なミス、まあ、本当は分かってるのに取れないみたいな、そういうミスを今から直していくしかないし、それを補ってあまりあるほどの点数を取る余裕もないから、まあ、それをあと2ヶ月精一杯あの直すことにあの気をかけていけたらなって思ってます。本当にもうめちゃくちゃに感じてますね。進学校に通ってるってこともあって、もうみんな結構普通に受かるよみたいな子も多いんですけど、まあ、その中、まあ、ちゃんと自分が受かるのか、もし受かんなかったらどうしようみたいな、そういう不安はよぎりますね。英語は1日ずつ続けの模試なんですけど、英語の前に昼食があるんですけど、昼食買い忘れちゃって、その外 の、うん、あの日高屋で、うん、馬から温玉ラーメンってやつが大好きなんですけど、うん、それの大盛り食べちゃって、うん、血糖値が上がりすぎて眠くなった、フットスパイク起こしちゃって眠かった、眠かった、ちょっと眠かった昼食に日高屋を食べ食べない実力がちゃんと点数に反映されるように、まあ、意識改革で頑張っていきましょう。今回の私の模試の結果は、大きく悪いわけではないけど、数学か、はい、国語もね、若干国数英語。強手模試の結果はあんまり良くなかったんですけど、まだあと1ヶ月ちょいあるので1ヶ月ちょい後は9割取れるなって思います。最近はなんかちょっと勉強がマンネリ化してきたというか、味のないガムを噛んでる感というか、なんか噛むけどあんまり前ほど美味しくないみたいな感じなので、リズムを変えて時間を短く区切ってキリが悪くとも次の科目に移るっていう、なんかこまごまとポモドーロタイマー使ってこれからはやろうかなって思ってます。まあ、本番ぜひ9は取れるように頑張っていきましょう。はい、元気くん、目標点数は780点でした。そうですね、うん、降臨買いました。なんで降臨したの？は、貸してくれました。あ、借りてくれた。そう、降臨してほしい、してほしい、そうだね。今回の僕の模試の点数は、おお。がね、ただ、数 A 物価はちゃんといいよね。東大英語って国語できないと話にならないみたいな問題結構あるよね。だって共通テストの英語で190点ぐらい取れてるわけじゃん。英語は本来読めるはずなわけよ。適切な情報を取捨選択するっていう能力があるはずなわけだから。でも東大英語であんまり点数伸びてないじゃん。国語やばいっすね。これからどうしていこうかっていうのは、まあ、まだ決めてないんですが、田中先生にスパルタ指導してもらおうかなと思ってます。最近動画に出て、まあ、ありがたいことに結構応援してくれる視聴者が、まあ、いてくれてとても励みになってます。はい、じゃあ、まあ、今回目標を達成できた人は0人でした。高い目標を立てることはいいことなんで、だって自分が届かなかった、悔しい、じゃあこの目標を達成するためには何をすればいいんだろうっていうふうに、まあ、次のね、まあ、燃料というかガソリン、エンジンになってくれるんで、まあ、そこの、まあ、悔しさっていうのをしっかりと噛みしめて、ぜひ、まあ、残り3人です。ジャックさん、もう結果にコミットして点数をどうしたら伸びるのか、もうこれだけ考え続けて、本番まで走り抜けてください。
駒場線に来ました。おい、長谷川とか来ますか。こう、あ、そういうことか。最近どうですか。最近は社会とか、あ、国数 A がちょっと手が回ってないです。あ、ちょっと焦るやつね。そう、この後11時55分よりすごく出たい。総長と一緒にお写真いかがですか。あ、お写真お写真いかがですか。最高最高。ちょっとどこ行ったらいいか分かんない。お腹すいた。ホットチョコレート、ホットチョコレート。どこ行ってますか。どうですか。あったかいホットチョコレートいかがですか。持つ持つ、ありがとう。ホットチョコレート、イエーイ、乾杯。美味しい、めっちゃ美味しい。飲みやすい。美味しいね。あ、タジン、タジンだ。知ってんの。うん、アラビア料理が好きで、めっちゃ美味しいよ。アラビア料理食べたことある？ない、まあ、気づかず食べてるのかもしれないけど。なんか何がアラビア料理。確かにね、パエリアって何料理だみたいな、そんな感じ。アヒージョがスペイン料理みたいな。アヒージョってスペイン料理だっけ。パエリアはスペイン料理。アヒージョは微妙なライン。微妙なライン。そうだね。好きな食べ物は最近ラーメン。あ、最近ラーメン。そう、イタリアン料理ね。ちょっとさ、下手じゃない。もちろん結構下手。持つよ。言われた。待って、模擬裁判って 何時からだっけ。12時2分。好きな食べ物はラーメン。あ、同じこと言ってる。私怖い怖い。ラーメン、何ラーメン。あ、待って、あ、当てればよかった。あ、私福岡だよ。いいな。生まれ育ち。臭いの好き。それ臭くない。私さ、あれさ、あ、確かにそういうこと、ね、本当に申し訳ないんだけど、うん、うちの犬の耳の匂いがするの。あ、焼きそば美味しそう。焼きそば冷え性。いただきます。いただきます。おお、美味しそう。うわ、傍聴行ったことある？傍聴は毎年行ってた。え、なんの？今年だけ行ってないけど、なんか毎年夏休みにパパと行くのが小4から恒例っていう。私も一回行ったことある。かっこよかった。かっこいい。好きな男性のタイプは？好きな男性のタイプは、あの、最近思うのは、普段優しいんだけど、てか面白いんだけど、真面目な話の時はめっちゃ真面目に聞いてくれる。真面目な話もできる人がいい。結構な人が当てはまるよ、それ多分。もう普段面白くないとダメなのか。そう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 。真面目すぎない人だけど、頭がいい人。あ、じゃあ同じだよね。俺のインストかな。インストじゃん。俺の地下1階だ。今どこ？こうだ。コミュニケーションプラスか。あ、コミュニケーションプラス。そうだ、今。え、ってことはじゃあもうすぐ。だから食堂の場所だ。ウィーあ、ほんと書いてある。めちゃくちゃ混んでる。ただいま満員になっております。こんな混むんだね。すごいね。今、模擬裁判のとこ行ったんですけど、満員だった。満員でちょっとで入れなかったので、次のところに行こうと思います。第1回東大コモンオープン、あの東大作文サークルがあって、で、東大の予想問題をね販売しているそうなので、ちょっと見てみたいと思います、はい、買うかは分かんない。で、見てみたいだけ。とうとう見つけました。来ました。あ、そういうことなんだ。前、これ変だ。前の方すごいガチじゃん。めっちゃガチじゃん。すごい、ガチだよね。ガチだ。私買おう。あ、いいね。買います。取材してます。取材してます。ヤッホー。買いました。買いました。終わりました。終わりました。どうでしたか。しました。今もう晴れてきて、晴れてはいないけど雨も止んで。ちょっとうまいこと言えないんだ。元気。楽しそうだ。楽しそうだ。で、2ヶ月後ここで受験受けてるのかって思うと、なんかやっぱ最後まで、ね、いい思い出で終わりたいで、1年後はここで駒場祭やってたらいいなって思います。ね。頑
張ろう頑張ろう以上です。もう達成は0人だったけど、その今回はその桃香さんにちょっと点数負けちゃったので、まあ、本当にそれはすごい悔しいなって感じたし、まあ、本番はもうダントツ1位取ってやろうっていう強い決意が湧きましたね。今回の自己採の結果を見て、あの去年の模試の結果引っ張り出して見てみたんですけど、その時よりかはいい位置にはいるので、その進歩は必ずしているので、その進歩のペースをこれからの、まあ、京都までだったら1ヶ月強で、東大受験だったらあと、まあ、3ヶ月弱でペースを早められるかどうかっていうところにかかってるんじゃないかなって思ってます。普通に仲良かったで、ずっと受験頑張ってた私入れて3人いたんですけど、他の2人が指定校で早稲田と慶応に行きやがったのでなんか夏休みとかはその2人がいたから頑張れた感があって、スタプラとかもすっごいやる人たちだったので、なんでここからは結構一人感があるんですけど、まあそれでも頑張ろうと思います。いやでも本当に受験生活で今までその部活動とか遊びとかでそのストレスの吐き口がたくさんあったからよかったんですけど、そういう吐き口がなくなった今、本当ちょっとしたことでもそのストレスの行き地がめっちゃ低くなって、いろんなことでストレス感じるようになっちゃいましたね。駅のトイレで並ぶとかもすごいストレス溜まりますし、コンビニで小銭バッて落としちゃうのもすごいストレス溜まっちゃいますね。受験が近づくにつれて若干鬱的になりかけています。受験始めた頃とかはやってやるぜとかそういう感じのモチベーションで勉強続けてたんですけど、それがどんどん、なんていうんですかね、プレッシャーに圧迫されてっていうか、まあ、そんな重い感じじゃないんですけど、やっぱ受験辛いですね。まず最初にこう他の4人の子たちと会って、もうモチベーションが打って変わって、すごい自分じゃないくらい勉強できるようになって、なんかもう以前の自分と違うぐらいモチベーションを高めてくれるような本当に場所だなって実感してるので、ありがたいです。僕の最近の趣味は、Yahoo 知恵袋で恋愛相談に乗ることです。まあ、社会では負けないので数学で追いついて追い抜いて任してやります。体調に気をつけて頑張りましょうあんまり他の人のことは気にしないです。まあ赤門ではみんな受かりたいですけど、それは、まあ、こんなの見てる暇あったら勉強しろ。以上です。